はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト4続きをやっていきたいと思います。前回ですね、クリフト、パテキアの根っこを使って病気を治したんですけれども、ちょっとその後ね、やっぱり後遺症がたたってクリフトは残念ながら亡くなってしまいました。ただその代わりアリーナもね、仲間になったので4人パーティーですね現在。これでフルメンバーが揃ったので、戦力的にはかなり上がったと思います。あとちょっとアリーナの装備品だけ、見ていきたいので、武器と防具屋を除いてから進んでいきましょう。と言ってもアリーナは基本的には爪とかだからね、装備するの。防具の方、鉄の鎧は無理でしょ、前掛けも無理、鋼も無理、盾も無理でしょ。金の髪飾りが装備できるね。アリーナ50、少なくね。ミニア71あるよ。マーニャでさえ56。マジか、アリーナ防御力低いな。装備に恵まれてないんだよな、まだ。船を手に入れたからね、いろんなところには行けるんだけど、ちょっと順路通りに行きますか。完全に馬車棺桶置き場だな。棺桶今3個入ってるからね。棺桶の墓場だ。ここになんかあるけど行けない、船では行けない。意味ありげな感じの場所。突撃をとどま、いきなり海の敵ってどうなの、そもそも。だありえない、攻撃力マジ強いんだけど。どうしようかな。ヒットポイント的にはアリーナの方が高いけど、防御力はミネアの方が高いんだよね。どっちを取るかだな。でもアリーナでアタッカーだからね、前衛に入れておきましょう。前衛とか後衛とかそういう区分なのかどうかは分かんないけど、よし、一旦ちょっとこの町に上陸しよう。名前忘れちゃったけど、ハバリアだ。なんか言ってくる？ここに来るのも随分久しぶり。ちょっとお店がやってないと思ったけど、先に酒場行こう。今夜だから。私はジル、まだいんのお前。ジルちゃんまだ現役か。これアリーナなんか言う？はあ、酒場って、あ、違う、マニアかよこれ。キングレオのバルザック王を前にも増してお姿を見せなくなった。おかげでこうして羽を伸ばせる。多い酒はまだか、酒は特に有益な情報はなかったな。一応ちょっと話せるやつには話しておきますか。もうすぐ地獄の帝王が蘇るって話です。こうして夜の散歩ができるのも今のうちだけ。そういう噂って何、どっから来んの。やれやれ、また面会か。最近は囚人たちに会いに来るやつが多いな。話すの結構大変なんだよ、これになっちゃうから。おーい、まあいいや。もうもう、待て、ほっ、どうだ、海辺のお告げ所はまだあるのだろうか。行ってみる。火薬壺とか持ってんだっけ。ちょっと朝にして、防具だね、アリーナの防具をもうちょっとなんとかしたい。とりあえず防具屋さん、女の子に先に話しかけよう。まだこの話してんのか。毛皮のコート、防御力は上がる。だって毛皮のコートってさ、マーニャがそもそも装備してなかった。おフルでよろしければあげますよ。あれ、毛皮のコートなかったっけ。あれ、マーニャって何装備してた。持ってるか。持ってるわ。毛皮のコート渡す。アリーナ攻撃力は上がる。鎖カタピレより強いってどういうこっちゃ。これが限界か。何にもない。ちょっともう一回見よう。いや、ないわ、何もない。
で武器屋も多分大したもの売ってないよね。ここか。え、ちょっと待って、魔法の鍵、そんなものがこの世の中にあるんだな。これが俺の店では売ってないけどよ、聞いた話じゃ錬金術師なら簡単に魔法の鍵を作れたらしいぜ。そういや昔ずっと南の高水村に錬金術師がいた。知ってる、行ってみよう。その前にキングレオのお城にちょっと寄っていきましょう。そうか、今オーリンがいないから開けられないんだね。警戒態勢も強くなってそう。ここは偉大なるお城キングレオだ。僕はホイミンという旅の者です。どうかお城の中に連れて行かれたライアン様をお助けください。魔法の鍵があれば中に忍び込めるはずです。魔法の鍵のことなら高水村の地下にいる僕の古い友人が知っているはずです。へえ。そもそもホイミンがどうやって人間になったのかも謎だからな。げ、敵が強くなってる。普通に地獄の鎧とか出てきてんだけど。いいよ。いいね。いやアリーナ強いわやっぱり。げ、ライオンビートル、意を聞かないとかどういうことですか。あとはゴリオス。じゃあまた情報収集をしますか。ここは高水村。けマジで同じだな、言ってることが。エドガンさんの家はどこだっけ。魔法の鍵、そういえばエドガンさんの弟子オーリンさんがそんなの持っていた。じゃあさ、無理やりこじ開けなくてもよかったんじゃねえか。魔法の鍵持ってたんなら。なんでここにさ、ホイミスライムが、そもそもホイミスライムじゃねえや、普通のスライムだし住み着いてんだ。いじめないでくれよ、僕は悪いスライムじゃないよ。あ、そうだ、エドガンさんはここ以外にも秘密の研究所を持っていた。確か西の洞窟の中、そこに行けば魔法の鍵も見つかる。そんなのあったかな。もうちょいなんか情報収集しとく。なんか本棚とか情報ないのかね。秘匿なのかな。魔法の鍵に関する書物が置いてあるとかなさそうだ。あとこのじいさん、あんたらからスライムの匂いでもする。最近スライムと話した。まあどっちでもいいけどねみたいな。ワンワンワン。村の中でスライムを見た。へえ。確かに普通に魔物が来たらね、それはみんなビビるよね、いくらスライムとはいえ。錬金術師のエドガンさんは進化の秘宝っていうのを消し去ろうとして殺された。進化っていうのは猿が人に進化した。やっぱり猿とかいるんだ。でも人がこれ以上進化したらどうなるんだろう。私は旅の商人です。この間までサントハイムの国で砂漠のバザーを開いていたが、それも終わってしまいました。これから南のモンバーバラに行く途中です。さて皆さんが、見えたから商売をさせてもらいましょう。おお、なんか売ってる。鋼の剣、ハジャの剣、あ、バトラックス売ってんじゃん。たけ。鋼の鎧、三河市の、ああ三河市の服ね、欲しい。鉄仮面も上がるな。三河市の服はみんなは装備できないの、なんで。まあいいや、マーニャは下がるね。むしろ3000円、ちょっと1万円くらい工面しなきゃいけねえじゃん。まず鋼の剣を9本売ろう。この時のために鋼の剣を用意していたんだ。9本、13500、売ろう。ただこれもすぐ金なくなるからな。三河氏の服はでも1丁でいいのか。ほい、マーニャ下がるからね。でバトラックス、これは主人公だけで大丈夫。よし、全滅しない限りは、あ、あと鉄仮面か、鉄仮面も買おう。 OK、 装備的には充実したな。アリーナもようやく60代か。で結局魔法の鍵の最終的なありかが、まあ、西の洞窟とは言ってるけど、
前に行った時そんなものはなかったんだよね。モンバーバラまでちょっと情報収集しに行く気にはなれないから、一旦この洞窟へ行きますか。馬車も入ってきてんね。ここに錬金術師の秘密の研究所があると聞いてきた。どうしても下に降りる階段が。そうそう、宝箱の底に仕掛けがあって、それで入り口が開く。ほうほうほう、なるほど。このおっさんから聞けばいいのか。炎の戦士、どっかで見たことあるな。灯台だ。しかしもうお前もただの雑魚だ。バトルアックスだから上から下に一刀両断なんだね。なんで一体ずつ来るんだ。アリーナ早いよな、やっぱり早い。素早さの種な、3つくらい欲しいなと。多分マーニャはなかなか素早さ上がんないだろうからな。でよ、結局どういう構造だったっけ。資料使いルカに。しかし一体で来るとは愚かなやつよ。この宝箱では絶対ないから。オーリンがいたところでしょ。フルホーク、ギラ、バギ、ベギラマ。ダメージを受けないってどういうこと。完全に防御力が強くなってダメージが受けないのか。身をかわしたときはね、ひらりと身をかわしたみたいな言葉が出るからね。さて下に降りてきて、でこっからさらに下に行って、資料の騎士、ミステリードル。ミステリードルってさ、結構金を持ってなかったっけ。バギからのベギラまで資料の騎士を倒そう。オッケー、攻撃力強えな。しかもルカナン使ってくるのか。ここら辺が超嫌だ。守備力下げられるとさ、激金。うわ30、やばい、もう15しかない。ベギラマ倒せない、一匹も倒せない。ちょっと防御する。で一体排除してもらって、ベホイミで回復してベギラマで決める。マーニャ30、ぐわ強え。防御した甲斐はあった。よし、あとはアリーナの一撃で。いやー敵も強いね。ただアリーナが入ってからこっちもかなり助かってる。早いからね、ほぼ先に攻撃ができる。これ道具ってさ、どうやって並び替えするんだ。袋整理か。種別順で薬草63個とか。そうか、アリーナが持ってたやつ全部袋に追加されたのか。ここ終わったら一回種系を使いますか。ずっと溜め込んどいてもしょうがないからね。で種系使うとき、今回はなんか上がりの高そうなやつを厳選しましょう。あれ、これってさ、ここじゃなくね。ここじゃねえよ、騙された。炎の戦士もそれなりに早いな。結構長いね、こうやってみると。それをもう 2,3 回やんなきゃいけないんでしょ。ガガ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 ってやつ。ちなみにファミコンの時ってどうなってたっけ。
いや、まあエレベーターはエレベーターなんだけど、ああいう演出はなかったと思うんだよね。ビギナマ使ってこう。会心の一撃。で、ルカに。一人用のメラミが欲しいね。でもメラミはまだ先かな。ベギラマまで覚えたからね。ま、イオラよりはメラミの方が先だと思うんだよね、覚える順番としては。でこっちか、右から回って出たー。 しかもめんどくせえ配列だ。また221バギで真ん中、もうイオだなここは。会心の一撃、いいね。ひらりと身をかわした。アリーナ結構食らうな、やっぱり結構食らう。効かねえ、攻撃しよう、確実にいく。いやこれ4等分されてるからいいものの、3人だったらほんときつかったな。なかなかのバランスだ。530、結構経験値持ってんね。なんかさ、めんどくせえからさ、漫談しよう。効率よくやってくれんだろう。でここ空っぽ、宝箱の底にボタンを見つけた、押してみますか。はい、よし、階段が現れた。え、ちょっと待って、あ、持ってるか、本がある。一応よそ漁ってこう。魔法の杖を求めて第4章、もうどうでもいいわこれ。仕事と割り切って洞窟に行った。魔法の杖を見つけには最も奥の宝箱の底を調べるべし。一番奥の部屋とは念の入ったことだ。はあ、コツコツ貯めたお金で商売する。変わった本はない、変わった本はない。おお、メダルゲット。不思議な木の実、魔法の鍵、よしゲット。でキングレオってさ、結構強かった気がするんだけど、まあいいや、リレミット出てるか。このまま行って倒せ、まあいいや、一旦ハバリアに行く。で寝てセーブしてキングレオに挑もう。まあ、メンバーはねこれで行くんで、死んだら5000円が半額になるのか、結構きついな。で教会どこだこれ、あったあったあった。お祈りする。ベギラマとか唱えてきた気がするんだよな、気がするだけど。よし、敵は出なかった。正面は封鎖されてるからここから入るでしょ。火薬壺みたいなのあったっけ。なんでもサントハイムの国の砂漠に新しい町ができた。こんな時に新しい町など一体誰が、とお前さんたちは誰じゃ。ここは大臣であるわしの部屋、早々に立ち去らんと牢屋に入れてしまう。あ、上にライアンが見える。こら、おとなしくしろ。えい、貴様らごときにこのライアンを抑えられるものか。つえむ、その姿、そのいでたち間違いない。お告げ所のお告げの通りだ。ヌオ、このライアン、ついに探し求めた勇者殿にお会いすることができた。勇者殿、あなた様を探して私はどれほど旅をしたことか、と今は苦労話をしている時ではなかった。この部屋の中にいるのは世界を破滅せしめんとする邪悪の手の者と聞きます。共に打ち倒し、その背後に潜む邪悪の根源を突き止めましょうぞ。さあ中へ。旅していた割には多分レベル上がってないよねこいつ。まあ、そりゃそうなるだろう普通にそうなるだろう。こやつは私が引き受けた。勇者殿、早くキングレオ。何やつ、ここはキングレオ王のお部屋なるぞ。勇者殿、何をしておられる。ここは私に任せて、早くキングレオ。
いけないか。リレミットとかでも出れないよね。しかしここでは何も起きなかった。ルーラは頭ぶつけちゃうからね、しょうがない。話すか。私の名はキングレオ、デスピサド様に代わりこの国を支配するものだ。んそこの娘、お前は確かバルザックを仇とやってきたやつらだったな。娘か。あいにくだがバルザックはもうおらんと残念だったな。わはは。退屈しのぎにちょうど良いわ。人間どもの力のなさを思い知らせてやる。お前たちをそのような脆い生き物に作った神を恨むがよい。強そうではある。呪文は何もないからアリーナ攻撃するしかないでしょ。ミネア、ダリフォはもう絶対効かないから攻撃。ルカニなんだよね問題は。やろう。いやミネア火力がないな。よし下がった。ギラか。ギラくらいだったらなんとかなる。ゴー、2回攻撃か。ミネアは常に回復に回ろう。ケチらない、ケチらないで。ベホイミもう1回入るか。ルカニってベギラまで行こう。当たるか。よし当たる。火力的にはベギラマ悪くないね。だっけー2回。ちょっとホイミ、マーニャ、いやミネア、アリーナ攻撃。ミネアはマーニャを回復でベギラマ。うわー45、2回くらったら死ぬ。ベホイミのベホイミ、あれ俺今マニア何した。ちょっと普通に攻撃しちゃったか。まあいいや、守備力が元に戻った。ベホイミのベホイミ、ベホイミか。攻撃を2回食らう分にはベホイミ、ベホイミで立て直せる。ただし先に攻撃できればの話だけど。 OK、いやこれ2人回復に回さないときついな。ケチっていかない、ケチっていかないで。ベホイミでまずミネアが死ぬと回復客がいなくなるから。でマニアはねやっぱりヒットポイントの少なさがあるんで、アタッカーはもうアリーナに任せよう。ギラ、ベギラマは唱えてこないか。ベホイミでちょっとアタッカー2人がさすがに減ってるからこう、でこう、凍える吹雪かー、これはやばい。グオッ、ミネアとマネが両方やばい。死んだ、死ぬ。ちょっと待て、まずマーニャを確実に回復させてベギラマで。守備力が元に戻ったとはいえ回復役が1人か、自分だな。やっぱルカには重要、使っておく。力尽きた。アリーナがやばい。先にアリーナを、ここか、間違えてる、危ねえ危ねえ。アリーナを回復して26ずつか、やばい。こっちのまたマジックパワーが尽きるか、お前の命が先に尽きるか、勝負だ。2回は耐えられるとはいえ自利品だな。確実に削りは向こうの方が大きいからな。アリーナを回復させよう。攻撃役のアリーナを残す。攻撃を食らったら死ぬぞ。てかここでも死ぬ。ほら、いやー待って、あと32。死んだ。やっぱりキングレオ強え、強いっすよキングレオは。導かれし者よ、まだ死ぬ時ではありません。そなたに再び命を与えましょう。さあ目を開けなさい。3人生き返さなきゃいけないんだよね。わ、カンオケ、カンオケになってる。200円、お金が2700円まで減ってる。やはりもうちょいだなって。いいところまではね絶対行ってた。あともう 2,3 ターンこっちが耐えれば多分倒せたとは思うんだよね。やっぱりルカには重要、ルカにはかけておかないと。与えるダメージが少ないから、ヒットポイントがトータル的に上がれば
回復の手間が少なくなるんで、トータル的に攻撃力が増えると、まあ、それを考えてどうしようかな。今ミカミックスアリーナが、まあ、14-14なんで、もう何レベルかだね。マーニャ17レベルとか、なんで1人だけこんな高いんだ。まあ、他にはね、ちょっとまああれですけど、船で強い、武器が売っている町とかに行けば、まあ、楽にはなるんだけど、まあ、ちょっと正攻法で行きましょう。正攻法で行くんで、1回レベル上げだね。ちょっとお告げ所に行って、お告げ所に行って話を聞いて、でレベル上げをしましょうか。そこからまだいるね、この子。ここはお告げ所、神のお告げが下る聖なる祠。バトランドの戦士ライアンが勇者を探し求めてこの祠にやってきた。神の示された勇者の姿をライアンに伝えておきました。光が一段と輝きを増しています。やがて出会いの時は来るよ。さっき出会ったよ。そして俺はライアンの前で無様な姿を見せたよ。もう次はあいつの前では無様な姿は見せん。ということで、じゃあちょっと今回はこれで終了して、次回はレベル上げが終わったところから、スタートしていきたいと思いますので、これで終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。